腹いっぱいだよ。正直さ、言っちゃうとさ、分かってるでしょ、みんな。見てる方は分かってると思いますけど、お腹いっぱいでーす。というわけで始まりました、ポコポコ大作戦。今回のゲストはこちらの方でーす。はい、はい、よろしくお願いします。人として呼んであげたのに、最初もチンパンジーだと思って、チンパンジーとして呼ぼうと思ってたのに。誰がチンパンジーだ。ほんまに猿みたいじゃんってな。猿なんだよ。猿じゃねえよ。そうそうそう、人ですからね。でもさ、あんまりやりすぎると髪ぐしゃぐしゃになるから。いいんですよ、そんなの。そんなのなんか気にしてらんないんですよ。猿の真似しようと思ったら。猿の真似はじゃねえよ。ほんでちょっと立ち位置戻ります。予定のところに戻ります。はい、というわけでね、はい、芸人兼山猿の、ライター1個も入ってねえじゃねえか。はい、と、初登場のスラダから、はい、ななみちゃんです。そうです、ななみです。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました。お願いいたします。スラダからはね、フェアリンが以前出たことあるんですけど、はい、それに引き続き、はい、出ていただいて、はい、僕も完全に初対面ですよ、ななめちゃんは。そうそう、この人初対面なんですよ、今日。そうなんですよ。どう思う？いや、私最初あのこの方の呼び名がちょっと分かんなくて、ずっと山さんボンバーって山ちゃんボンバーさんが一応聞いてる。山さんか。そんな上からの名前つけないでしょ、俺。どうも山さんボンバーです、いかないでしょ。名前が難しかったです、呼び方が。私もあ、なるほど、はい、でももう山さんにしときます。山さんって呼ぶ、はい、山さんでいいの？でも山さんっていう呼ぶ後輩芸人も結構いるんですよ。あ、やっぱり後輩だから先輩を呼ぶっていう感じで。そうです。お、はい、あ、でも、はい、そのライター歴的にはどのぐらいですか？私まだ2年経ってないぐらいです。あ、じゃあ俺のが先輩だ。あ、じゃあ山ちゃん何年？2年、3年目に入りました。そんなんだったっけ？そうですよ、3年目です。猿や。素直な感想。いや、関西人なので、ね、素晴らしい、はい、素晴らしいですね。ですけれども、はい、この番組はですね、はい、ななみちゃん初めてなんでね、ちょっと、はい、おさらいしますと、はい、3人でパチンコを乗り打ちしまして、はい、プラスサダマを目指すという番組になっております。はい、でプラスサダマになりますと、はい、おご褒美おゲットー。あー、やったー。ちょ、マジで、はいはい、こいつ、こいつマジで貢献してないんです。サダマはプラスにはなってないですよ。何がプラスなんですか？何しに来てんの、じゃあ。そう、笑おわせようとしてる。, 笑いはそんな怒ってないやじゃあ、じゃあ俺は帰る。もう歩けげてるかな。もう歩けんぞ。ちゃんと映ってるかな。映してあげてくださいね。映ってなかったんだ。映ってるもんと信じてたのに映ってなかった。渾身のね、ギャグやってくれるから。ギャグっていうのやめてもらっていいですか？渾身のギャグっていうのやめてもらっていいですか？映ってなかったやつを。ご褒美って何なんですか？でも今回はですね、実践するお店が、はい、チャレンジャー光が丘店さんなんですけれども、はい、お世話になります。そこのホールさんから、まあ、近くにあります、はい、お店に行くんですよ、ご褒美はね。はい、はい、いつもご褒美のお店どういうお店かっていうのはね、ヒントしか教えてくれないんです。ない、はい、うん、なるほど。で、逆に言うと今回はヒントをもうすでに聞いてまして、聞いてるんですよ。ほう、何でしょう。ワードが、はい、高いっていう。え、高い、それだけ聞いてる。いろんな意味で高い。いや、それはねえねえねえ、どうしよう、どうしよう。この高いが高級なお店だったとしたら、はい、高いって言わないと思うんですよ、俺。そうなのかな。違う意味なんじゃない。いろんな意味でって言ってたんですか。まあ、何にしてもご褒美っていうだけあって、はい、そうですね、もう絶対にいいとこには間違いないんで、はい、はい、もうご褒美ゲット目指して、はい、実際そうですよね。僕も結構何度か食べさせてもらってますけど、毎回いいですもん。全然出してないけど。あ、たまに出してないです。お荷物ってことですね。言葉厳しいな。何しに来てんのってだけ。いや、だから笑いを取りに来てるんですよ。, 笑いはそこでもね。もう一回やつ、もう一回やつ、めんどくせえな。もうめんどくさいでしょ。はい、ちょっとね、はい、早くも嫌われちゃったよ。初対面5分で嫌われちゃったよ。あ、仲良くね、はい、やっていきましょう。3人でね、はい、共闘してね、はい、頑張りましょうっていう企画なので、はいはい、わかりました。ぜひプラスサダムになるようにそうす、ね、頑張っていきましょう。はい、それでは実践スタート。神様ですよ、俺ら。そんなに大根もすぎません？そうでもねえな。そうでもねえ。そうでもねえ。いや、そうですよね。そこまででもねえな。そこまででもないです。ポコポコ大作戦とは、3人で力を合わせご褒美をゲットする番組だ。今回3人がお邪魔したのは東京都練馬区にあるチャレンジャー光が丘店。
こちらのホールにはパチンコ148台、スロット151台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。さあ、まずは機種を決めたいんですけどね。決めちゃいましょうよ。どうしようか、はいはい、決めてるよ。じゃん、いや、見てからです。決めてないんかい。見てからです。ななみ私もそうですね、一応打ちたいなって思うのあるんですけど、なんかもう取られてたらってちょっと思ってます。結構今の時間、時間言っちゃうともう昼過ぎてるんで、まあそうですね、もう埋まっちゃってるんですよね。ガロいっぱいある。おこみさん、あの山ちゃんさん、私、うん、決まりました。お早い。もう早めに取っちゃいます。リングを選択しました。あ、それ99分の1の方、199が良かったんですが、空いてませんでした。確かに、はい、なので怖い方選びます。じゃあ私、どっちも怖いけど当たりたくないね、あの子当たるとき怖いから。怖くないと当たらないぐらいだからね。怖いのでこっちにします。どうしようかな。私正直初打ちなんですけど、まあ、ベースは北斗6なんで、北斗の拳のデジハネやろうかな。これちょっと初打ちなんですけど、打ちたいんで打ってみたいと思います。キャプテンハロック、ちょっとこいつで一発いっちゃいましょうかね。さあ皆さん、はい、スタートしたいと思います。いっちゃいますか。私選んだの北斗の拳6のジムですね。初打ちです今回で、100列の時もあったこのボタンを押すと超激アツレアアイス発生率選択できるみたいです。今回これで、ね、ちょっとね見たいんで大幅アップでやっていこうかなと思います。さあ、それではこの CR 北斗の拳6、ジボのスペックを簡単に紹介したいと思います。こちら大当たり確率約89分の1のアマデジタイプですね。で、突入率 100% の ST タイプ。 ST 回数は5回と、まあ、流れ的には今までのね北斗シリーズのジボと同じなんですが、かなり電サポ滞在が長いです。あれ、あ、びっくりした。まあ、ちょっとスペック説明続けちゃうと、かなり電サポ長いです。あれ、まずは、図柄が揃うと、5ラウンドは、6パーしかないんですけど16ラウンドの可能性もあります。で、最低でも出玉ありの出玉というか図柄が揃えば、ダンスサポが50回つきます。最低でですよ。で、16ラウンドだと100回ということなんですけど、ちょっとランプ入りましたね。ダンスとりあえず、まあ、今までのジボの流れと大丈夫だと思います。ただ電サポがちょっとね増えたかなっていうイメージですかね。16ラウンドの比率も 6% ありますし、あと大きな変化がへそ昇級が2個ですね。あとは電柱が1個になっちゃいましたね。ちなみに2ラウンド確変が 18% あるんで、まあ、スルーしちゃうこともね、まあ、そこそこ今まで通りあるんですけどね。とりあえずは図柄揃えたいですかね。いや、私、まあ、北斗6、9、マックスタイプはそこそこ打ってるんですけど、ジェボは初めてですね。今日初打ち。まあ、基本的な演出は9マックスと同じだとは思うんですけど、ST 中の演出がね、新演出もあるみたいなんで、そこは何だろう、初心者っぽくね楽しもうかなと思います。じゃあマチャンボンバースペック紹介なんかさせてもらっても、はい、山ちゃんお願いします。大丈夫ですか。はい、キャプテンハーロックですね、約199分の1の初当たり確率で 60% で VST、 60% で ST に突入する VST タイプですね。右打ち中の右打ちで、まあ 70% の継続の ST なんですけど、45% が16ラウンドで
240個ぐらい払い出し受けれるんで、めっちゃでかいっすわ。え、なんだっけ。いやいや、聞いてなかったんかい。ちょっと今ね、はい、ストーリーに連続始まっちゃった。ごめん。じゃあそっち見ててください。もう俺喋りません。何、とりあえずいいのね。右に入ったらでかいってやつ。はい、そうです。右に入ったらでかいってやつなんだ。山ちゃん頑張って、絶対ビリギリってね。いや、もう俺の長い喋り無駄になっちゃった。それで全部済んじゃう話みたいになっちゃった。そんな熱くなかったわ。いや、なんだこいつ。そんな熱くないやつで俺の話無視するのやめてもらっていいですか。あ、お、熱い。デンジャーから今遠ざかった。早い。遠ざかった。遠ざかったっていうのは遠ざかった意味ないパターンのやつ。あ、なんか通り過ぎてきた。通り過ぎていきました。じゃあダメなのかな。選ば、あ、違うの。なんかパッて一瞬カッター。おー、びっくりした。何何怖い。怖い。いや、こっちが怖いわ。あの、ちょっとちょっと今、あ、はい、ちょっと厚めのような気がします。ちなみに保留緑なんですけど。おお、あ、まあ緑はまだまだ弱いけど発展しますからね。はい、運命のカウントダウンが今3になったので、とりあえずこの後ですね。ただそれをサダちゃんチャンスっていうの初めて聞いた。私も初めて聞いた。いつも言ってた。それ自分一人でプライベートで打つ時の呼び名やめてもらっていいですか。わかんないんで。わかったくせに。ごめんなさい、わかりました。恥ずかしい。おおめでとう。どうなってんのよ。しおりん、なんとか当たりました。おお、すごい。よし、図柄は？図柄は今から呪いを込めます。呪え！グズキス。もっと呪え！グズキス。ちょっと待ってください。今連絡中です。連打熱いじゃなかったですか？呪え！紫図柄だったらね、16だよ。4でした。あら。残念。4。いや、でも続くことが大事。そうですね。SP はもうポジティブに。よし、とりあえず2連です。終了でした。8、7、1残念、終わっちゃいました。終わっちゃった。すみません、2連でした。いやいやいや、全然全然、唯一当たって当ててくれてるから。いや、もう本当そうですよ。神様ですよ、俺らなんかからしたら。そんなに。いや、神様。そこで、そうでもねえな。そうでもねえ。そうでもねえ。いや、そうですよね。そこまででもねえな。そこまででもないですよ。ごめんなさい、あの、ななみちゃん持ち上げすぎました。ごめんなさい。謝られるの一番へこむんだ。そうですね、ちょっと今悲しくなりました。でも、ななみんさん、はい、なんか山ちゃん誰かに似てるとかって言ってたよね。あ、そうなんですよ、私ずっと思ってて。さっき言ってた、そういや、はい、あの、はい、多分何回も言われたことあると思うんですけど、うん、あの、はい、オリエンタルラジオの藤森さんに似てません？似てね。え、似てないですか？あの、はい、あの、顔じゃなくて声が似てるって言われるんですよ。あ、そうです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 、声は似てるかも。
も声が似てるっていう。え、チャラ男のモノマネとか山ちゃんできないの？今日売っている君かわいいね。あ、ちょっとイヤホン越しだとあんまり、はい、聞こえなかったってなの。めっちゃ聞こえなかった、本当に聞こえなかった。これを言うといつもシーンとするんですよ。はい、あの、いざ聞いてみたらちょっと違いましたね。いや、よかった聞こえなくて。いや、なんだよ、聞こえろや。なんか多分、なんか声が似てるっては言われますね。あ、よかったです、ね、はい。ななみちゃん誰かに似てるとか言われます？あ、私、あの、いつも生き物ばかりのボーカルに似てるって言われます。あ、やっぱ似てますか？あ、全然聞こえなかった、はい、悔しい。生き物係のボーカルの方。え、落ち武者、はい、だから、落ち武者じゃない。あ、確かになんか言われてみれば。いや、聞こえてたんじゃないですか、もう2回目はごめん、聞こえてた。いや、おちゃん、おちゃん、ななみちゃんそんな笑ってないよ。え、ななみちゃんがそんなに笑ってないよ。今、真面目に突っ込みました、ちょっと。あの、スタッフさんにゲラだから笑わせてあげてって言われてたななみちゃんが笑ってない。はい、あんまり、ちょっと心にヒットしなかったですね。そんなに。ほこみさんが似てるとかって言われますよ、なんか。私、はい、動物。いや、別に動物じゃなくていいんですけど。ここでなんか動物出てこない、私が嫌だな。なんだろう、ココミさん。え、でもキツネっぽくないですか、ちょっと。キツネ？はい。本当？え、私キツネっぽいなと思います。はい、私ちなみにキツネめっちゃ好きなんですけど。ちょっと。キツネ？はい、キツネです。キツネか。ぽくないですか、なんか。全然キツネ可愛い。でも嬉しい。可愛いですよね。可愛いね。俺小学校の時キツネって言われてましたよ。でも山ちゃん、なんかお弁当キツネっぽいなんか。ああ。どうしても俺を可愛い方に寄せたくないんですね。山ちゃんでも本当チンパンジーのモノマネうまいから。モノマネなんかしたことないわ。してるじゃん、いつも。そう、モノマネよくやるじゃないですか。モノマネというかいじられて、うん、はいはい、っていうのがあって、この間、今年2016年の R1 の1回戦出た時に、おお、あの、猿のモノマネって言ってちょっとだけやったんですよ。お、全然受けませんでした。え、ピン芸人ですか、山さんは。あれ、ピン芸人ですね。ピン芸人になったんだよね、山ちゃん。そうですね、もう1年経ちましたね。あ、ちょっと悲しいやつですか、それ。元はコンビだったんですけど。あ、悲しいやつですね。いや、別に悲しいやつではないんですけど。え、山ちゃん、なんでコンビなくなっちゃったんだっけ。まあ、話すと長くなるんで。じゃあ、いいや。いや、あんま興味なかったんじゃねえか。もっと興味持てや。え、でもどう、あの、コンビニアの続きと、はい、一人とどっちがいいとか。いやー、俺漫才、コンビの時漫才やってたんですけど、漫才楽しかったんで、漫才やってた頃の方がやっぱやってて楽しいですね。一人でやるよりは。たまにね、パチパカドで DVD とかで、ボックスとかでもね、はい、土手さんとね、漫才やったりとかね。そう、一回年末でボックスでしたよね、あれ確か。去年末に出たボックスで、はい、やっててすごい良かった。あ、本当ですか。土手さんも結構もう素人とは思えないぐらい結構ハマってて。あ、土手さんがね。土手さんもハマってて。そうそう、良かった。うちは、はい、生で見てたけど。はい、あ、そうですよね。あ、ちょっと待って、え、すげえいい音聞こえた今ね。ヤマちゃんの声全然聞こえなかったの、これがいい音。いや、俺の声よりそっちの音の方がでかいでしょ。全然聞こえなかった、この枠の色で気づいたもん。え、でも今の当たりの音ですよね。今のあの音で OK だと思う。途中で出たんすか。あの、途中っていうか変動開始時から。あー、すげえ。してチェンして、びっくり。あー、ちょうど弾なくなっちゃったよ。あれ、今財布から取り出してたあれだけど、あれ 4-0? 4-0 だった。あ、でも7点だ。7点あんまり。ちょっと来た。あー、ラオウ商店出たんだけど。え、あの、トモ背景のタイミングで。ちょっとすげえ。うわうわ、初めて見た、ここの切りから。すごい、てんこ盛りなんだな。超見て。あ、だからプレミアが出やすくなったってそういうことなんですかね。出やすくしてるから、多分そういうことなのかなって。うわ、すごい。うわ、ここで当たったの初めて見た。いや、もうすげー見て、すげー見て。うそ、うわ、これ面白。初めてね、打ったんだよ、山田寺の方は。
これなかなかレアですよ。やっぱこういうとこなんですよね、浜田寺って。わ、嬉しい。とりあえず当たりました。おめでとうございます。え、待って、ナナってナナズガラって、うん、やばい、16だ、16。うわ、すげえ、マジっすか。 6% いきました。うわうわ、そうだよね、ナナズガラってそれでいいのかな。ありがとうございます。じゃあ、ポコミさん、すいません。はい、1万円入ります。あ、了解です。すいません、私もでも1万1000円かかってるから、何気に。あ、もういつもの前に言ってたんだ。言ってた、何気に。さあ、これ今回の ST 一発告知と新しく、バトル ST ありますね。もう一つのクラシックは今までの ST みたいですね。一応初めて打つんで、このバトルやってみましょうかね。おー、かっこいい。ユリアを守ったっていう。あ、青か。ここの色もやっぱり今まで通りあるんですかね。まあ最後の保留で当たったんで、何にも予告も何もないんですけどね。さあ、申し訳ないですけど、私ノー知識ですね。あ、不動だとちょっとチャンスかな。堂々とよく言いましたね。あ、拳が2つだった。そう、本当マジでノー知識。ばっかり、多分風炎不動、十座理白の順で強いみたいですね。不動は真ん中のキャラか。拳2つ。うわー、ダメだった。あ、まあまあ、でもいくらでもありますから。いや、もうこのST95 度、そうです、余裕はありますから、はい、頑張ってください。はい、ここがね、赤とか金にね、まあ疑似2目だから。あ、でも2が、あ、熱い熱い熱い。2の時点で赤になってるのは熱いですね。これ色金まであるんですけど、疑似連何回目とか関係なく色上まで行くんですよ。でもこれ2あんま見ないです、2で赤は。このネクストも止まったら金に変われ、金に変われ。赤か、でも全然熱い。こっちいい、山ちゃん。金だ。でもこの役物のロゴ落ちの、はい、ちょっと熱いっす。ロゴ落ちが今金だったんで。今日一？今日一ですこれ。おお、頑張れ。頑張ってください。今のあら、これ次回予告じゃないけど、最終決戦を示唆してんのかな。最終決戦のリーチの絵なんですよこれ。最終決戦っていうのは熱い。一番熱いリーチですけど。ただ、あ、行くよ最終決戦。この役物できたらストーリーリーチになるんですよ。多分最終決戦行くと思う、これ。すごい。あ、違った。え嘘ですよね。上から3番目に強いリーチですね。リーチ自体の信頼度は 36%。 3回に1回ぐらいは、はい、 34% かな。炎に包まれてれば 50% です。どうだ。あ、ダメか、ダメかな。ダメ。当たった。当たった。当たった。すごい。すごい。当たった。どうすかこれ。よかった。うわ、やった。確率内に当たりましたよちゃんと。山ちゃん。はい。確変かどうかはまだわかんない。はい。確変かどうかはまだわかんない。まあ、大当たり中の抽選ですね。なるほど。抽選というか。演出で。よし、まあとりあえず当てました。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。わあ。この後ボタン連打で、ボタン連打で V 獲得できれば、あの 70% 継続の ST ですね。 60% でいきます。ただこれ取れなかったら時短もつかないんで、この結構重要。そうなんですよ。荒いな。時短もつかないタイプなんですよ。色が発展してくる。でもまあボタン連打してて赤までは大体いくんですよ。赤まで、赤行くの早い。でも行った、取った。え、行った。来た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 山ちゃん来た。これでかい、これはでかい、これはでかい。行く行けない。どう。あ、行った行った行った。とりあえず2ラウンド当たりました。おお、2ラウンド、100個ちょっとと
はい、75回答。まあ、今回は、まあ、突然確変ではないということですね。一応2ラウンド分で球が取れます。危ない危ない、80回転目。まあ、通常 ST5 回って回してるんで75回か、通常連鎖も100回が相当でかかった。うわー、マジか、当てたかったな。あ、45だから、まあ、連鎖も50回ですね。まあ、電車もあるうちにユリア・プガーで当たると50回地区で大丈夫かなと思います。あー弱い、ビーム攻撃弱い。青なな、カットイン、カットインじゃねえ、色で下があるんで、でも熱いような敵が弱いからいけないのかな、どうだろう。さっきのね、ボタン、あのゼロまでいけばいい、いったー、おー、当たりました。おめでとうございます。当たりました。何の当たり？さあ、それは今からのお楽しみですよ。じゃあここはやるとこだよ。山ちゃんはやる男だよ。とマジやめた方がいいよ。やるよ、俺は。ちょっと頼むよ。変われ変われ。あら、変わんない？ダメ？あ、はい。はい、はい、テンションの、これでもなんかそうだ、ここでボタンでやるやつだ、3回やれるのかな、多分連打か、俺これ連打はやったことないな、違う、あ違う、これそうそうそう、あ行く、いいか、これ超えれば2400いかないかな、あーダメだ、ここでなんか役物出たりしないの、しないのか、あーちょっと10ラウンドぐらいなのかな、これ多分。でも10ラウンドでも結構出玉多かったりするのかな、ね、ちょっと、はい、じゃあ8ラウンドなのかな、でも1200個ってなってますね、10と8かな、確かに、あー惜しいですね、くわ悔しい。あれ、ななみちゃんは今どんな感じ、はい、今ただただ頑張って回してるところです。それは分かるよ、何にもそれは分かるよ、なんかな、あって言えるほどのもののリーチもかかんなくて、ただもう前を見てるだけでした今。そうか、出玉とかは、いや、もうなくて、もうすぐ1万円使い切ります。あ、そうなんだ。やばいです。なので山さんお願いします、任せてください、まあ、ななみちゃんの応援があったら頑張っちゃうよ俺。おお、本当ですか、ここポコミの応援は。ポコミさん、あ、ポコミさんが喋ったからアタッカー閉じたのに一発打っちゃってた。はぁ、そう、山ちゃんのミスでしょうが。ちょっと16ラウンドを1回取んないとな。そう、見たい。はい、ちなみに8ラウンド 5% なんですよ。すごいとこ取ったね。あと他のラウンドは、4ラウンドが 40% だったかな。あ、でもすごい。で、ラウンドじゃないだけなんかラッキーな。そうですね。で、6、8、10が 5% ずつみたいな。あー、抜けちゃった。結局、ね、ST での当たりはなし。ということで、今回はここまで。全員大当たりするが出玉は伸びず、現在の定まはマイナス。果たしてご褒美ゲットできるのか。ポコポコ大作戦、次回もお楽しみに。シャラララ、皆さんこんにちは。サイトセブン TV プレミアム限定で新番組が始まります。その名もデコポコ戦隊ゼニゲバーン。さあロギー、はい、番組説明を10秒でお願いします。レッドとブルーがさらわれた。さあみんなで助けよう。みんな見てね。俺喋んなくていいの。ゼニゲバン。ここで改めて説明しよう。デコボコ戦隊ゼニゲバンとは、悪の組織に囚われたメンバーの身代金5万枚をゲットするために奮闘する実践番組である。セクシー、世のお父さんたちが満足するシーンも盛りだくさん。すごい冷たい目、やばい、これやばい。お楽しみに。神様ですよ俺は。そんなに大神様で、そうでもねえな、そうでもねえ。
いや、そうですよね。そこまででもねえな。そこまででもないです。皆さん、ポコポコ大作戦が始まる模様です。この番組ではポコミと愉快な助っ人たちがホール近くのご褒美目指してプラスを目指す。そして前回までの経過はご覧の通り、全員大当たりし、現在のサダマはマイナスだが、山ちゃんボンバーが ST 中。この ST 次第ではプラスもありえるぞ。こりゃ今回も楽勝ですな。でなんでやねん。まあ厳しいな、チャンスアップがないもんな。行った、うわチャンスあるかもしれない。これちょっと急に期待でき始めましたよ。攻撃が多分最強だった。最強じゃないの、金もあんのかな。赤の攻撃俺見たことないっす。見たことないぐらい熱いと思います多分。だから多分結構期待できると思うんです。炎に包まれてたりするともう多分ほぼ当たり。あ、どうだ、頼む。おー、来たー、おー来たー、めっちゃいこー、すげー調子いいんですけど。16いこー、すげー調子いい。もうここでなっちゃえ、16こい。あー、ダメ。これ4ラウンドなのかな多分。入ります、ごめんなさい。はい、おお怖い怖い。ああ、どうした、ちょっと怖いです。怖いってことは暑いんじゃないの。ああ、何が起こってる。デジャブパニックです。あ、いいじゃん。はい、何回目、何回、何段階行ってる。今まだ始まったばっかりです。あ、本当、はい、続くといいね。ちょっと期待したいんですが、あー、オーダー、あー、マジか、外れたー。オーマイガー、当たらない。あー、長い長い、よし、当たった、やった、当たりました、当たった、ゆらゆらと、よし、ありがとうございます。248回転だ。あー、4ラウンド、よし、やっと当たりました。1万1000円使いました。あれ、山ちゃん、それ ST なんだっけ。 ST です。もう忘れてました俺のこと。いや、そこ聞いてなかったと思って。いや、聞いとけや。終わった、山ちゃん、終わった、終わった。何発、投資に届かないですね。あ、2245。じゃあ今全員マイナスか。そうですね、青だ。うわー、おー、びっくりした。びっくりした。びっくりした。やばい、めっちゃ怖かったですよ。何なんすか、不意打ち食らいました。ぼーっとしてたら当たりました。びっくりしたって何なんすか。でもさ、びっくりしたけどさ、もし本当に嫌ならもう二度と打たないじゃん。はい、嘘ってことは癖になってるじゃない。でね、こうジェットコースターに乗るみたいな感じなんじゃない。もう多分そうだと思います。アトラクションみたいな感じでしょ。はい、安いジェットコースターだな。街中どこにでもあるじゃねえかよ。ああ、飲まれちゃう。訴訟球2個だからちょっと辛いかな。山さんって出身どこですか。山ちゃん出身長崎ですね。え、あ、え、何の絵なの。長崎なんで意外だったの。何の絵なの。どこだと思ってたのか、それとも長崎が日本だと思ってないのか。いや、それは日本、分かりますよ。長崎のどこですか。長崎のどこって分かります。
ちょっとわかります。ですか、場所によったらですけど、あの大島ってとこなんですよ。あ、わかんないです。あ、だからこいつ、まあ、嘘つきました、わかります。なんで嘘ついたの、嘘ついたくなる、嘘つくとこ間違えました。あ、わかる、大島、それあのお母さんの、はい、おばあちゃんが住んでるとこです。あ、え、本当に、そうなんです、本当です、本当です。お母さんのおばあちゃんですけど、お母さんのおばあちゃんってことは、お母さんのおばあちゃん、ひいおばあちゃんじゃないの。あ、そっか、そういうのか。なんだこの女お母さんのおばあちゃんでひいおばあちゃんか。お母さんのおばあちゃんは、え、まだ生きてるんですか。こんなこと言ったらあれですけど、 あ、生きてますよ。え、すごい、おいくつですか、はい、え、年は知らないです、ごめんなさい、まあ、ごめんなさい、まあ、ひいおばあちゃんぐらいなんですね。あ、キキキキキキ、来た、あ、出ちゃう、ちょっと今、めっちゃびっくりしたんだけど、ななみちゃん、すいません、はい、怖い、めっちゃ怖い、こっちが怖いあのちょっともうこれ終わったらやめますね、私もう本当に怖いいや、あの敵中ってなったんですよ。ああ、いいね、本当に動画のやつね、途中で落ちてきたから怖くて、ね、あ、ありがとうございます。落ちてくるの分かって、そのリアクションなの。いや、あの違います、敵中っていうのが突然降ってきて、あ、でもそれですぐ落ちたの。あ、そうです、そうです、あの手が落ちてきて敵中になったんですよ。ああ、そう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 、はい、なのでちょっと途中できたからびっくり。ああ、3、3来ました、3、やりました、来た、でかい、やりました、でかい、いいよ、おめでとう、ごめんなさい、本当にめっちゃ中に、いかにね、ありがとうございます。引くかだよね、そっちを、レンチャン中にいかにその15とか16ラウンドを引くか、そこなんですよ。全く同じじゃねえか、言ってること丸パクリですね、完全に。もう今必殺技使ってます、何回も。必殺技？はい、あの怖いのを軽減させる必殺技があって。必殺技、え、どうやるの。まず目を細めるんですけど。まず目を細める、はいはい、まず目を細めて、はい、目をやってみます。目を細めた後に、はい、左手を用意して、左手を用意する、はい、はい、左手の中指と薬指の間をちょっと開けるんですよ。中指と薬指って何？ああ、中指と薬指の指の間を開ける、はい、ちょっと開ける。で、それを顔に当ててあげて、右目だけ、細めにしてる右目に当ててあげると、はいはい、この右手の、はい、あ、ちょっと右目が細めてる状態で、なおかつちょっとこう、ちょっとしか視野が。あ、なるほど、はい、もう打つのやめろ言われちゃったよ、言われちゃったよこれだとでもちょうどいい具合に楽しめるの人一倍のリングの魅力全然ないじゃんもうさ超消しじゃん人一倍の怖がりだからあー頭いい。なんか手が落ちてきた時のやっぱり音も必要だと思うし、はい、そうですよね。ドサーンなんかピケドサーンかドサーンでいつもピギャーって聞こえる。あー、ピギャーも裏で流れてます。多分どっちの音も同時に出てますよ。確かに、あ、確かにそうかも。せーので一回二人でやってみましょうか、うん、せーの、ドシャーン。いや、言えや言えやなんだこの女恥かかせやがって。一人にやっても恥ずかしい思いしようかな計算通り恥ずかしい思いしたわ、汗ドッとかいたわ今の調子を玉で出してみましょうか。はい、はい、ナナミンが投資が1万1000円です。1万1000円で、ヤマちゃんが、ヤマちゃんも1万1000円です。1万1000円、2750個です。私が1万4000円。9000個投資か。9000個、今1万発欲しい。1万発近くは欲しい。今俺1万、あ、違う、1120です。あ、そっか。じゃあ8000発ぐらいか。あ、ななみんが、私今1833玉あります。あ、本当だ、結構ある、はい、じゃあとりあえず7000発以上欲しい。7000。おお、今日1来ました。おお、もうこれもう
ちょっといっぱい言いたい、熱い。これがまずあるストーリーリーチに発展する絵から出たんですが、あとキャプテンハーロックの金文字の保留です。これ熱い、これ見たことない、これ当たるだろう。今疑似連自体はそんなにまだ熱くないんですけど、疑似さん行ってっていうか、もうこれが熱い。俺見たことない、こんなの。エメラルダスゾーン、これまあ間違いなく入りますね。これ金になれば 56%、 疑似さんで金のロゴ落ちですね。これもうめちゃくちゃ熱いです。もうこれは相当熱い。ここまで来たら、ここでね、なんかすげえ激アツ選手来ない、あでも来なかったけど、金の砲台が出たからもうてんこ盛り。これぞという激アツは来てないけど、てんこ盛り。あもうこれさっき出てましたもんね。これでストーリーリーチ、これで最終決戦行けばもう熱い。ああだ、エメラルダスか、そうか、エメラルダスゾーンだったから2番目に強いリーチで、この時点で、46%だったから、ここでカットインが出ます。赤、ここで金見たことないんで相当熱い。あっ、これ感じないか、ごめんなさい。ここでロゴ落ち来ない、ロゴ落ち来ないの、嘘でしょ。これ頼むよ、ボタン頼む、ボタン炎、うわやばい、でも頼む、お願い。うわ嘘でしょ、外れた。え、外れたの、嘘でしょ、めちゃくちゃ熱かったんですよ。いや嘘で、あー来た、お当たってた、復活、おいや当たってた、え、なに、どういうことですか、あれ、なにそれ。ボタン押して当たった時は俺役物できると思ってたんですよ。役物できずに当たった。いや当たりです、あの当たりです。当たった、ごめんなさい、当たったじゃないよ、ちょっと、初打ちか。いや、当たったら俺役物できると思ってたんですよ。まあ、とりあえず当たりだ。おお、でも、ね、うわよかった、よかったよかった、ギリギリに。ああ、なんだっけこれ、あもうプレミアム出た、あもうレインボーだ。え、はうわ、あれ本当ショールームでしか見たことない。おお、いきなり来た、びっくり、初めて見た、まともに見たのは本当初めて。時にさん、いきます。ああ2分の1しくじったのかな。いやー、やりました。やっぱ絡むな、激アツレア演出出やすくしてるから。やりました。いや、いいの見れるな、嬉しいな。ここで V 取れなかったら時短もないですからね。さっき早かったんだよな、赤になるのが。いけ、あーどうだ、いったきたきた、さすが 60%、 2回連続で 60% 取りました。きた、この間ずっとアタッカー開いてないんで、もう止めてていいです、狙い出てからで。よっしゃ、よかった、よっしゃ、来た。多分期待できるんじゃないかなと思うんですよ。ジューザー、あーあ、4個あるぞ。あー、いった、当たった、結構もしかしたらね、ボタンゲージの拳の数結構大事かもしれないですね。4個ありましたから、やりました。前作中止め打ちなんですけど、これ9マック
スノークとシックスと同じですね。7回開放かタイミングとかも多分同じだと思うんですよ。ただ1個昇級なんで厳しいかなと思うんですよね。増えないとは思います。ただここ右のゲージちょっと変わっててここ張りやすいんですよ。ここで何とか持たせるっていう感じですかね。止め打ちをして止め打ちなんですけど、まあ、クイマックスと同じでいいんじゃないかなと思うんですよね。1回目が開いたら一発置いて1回、2回、3回目が開く直前に一発打って、ちょっと一発打って、3回目が開いたら、あ、そう、2、3回目で、開く直前に一発打って、4回開放目は一発置いて打ち出し、5回、6回開放目は、開いたら打ち出し、7回開放目は開いてから一発置いて打ち出しっていう感じですかね。ちょっとやってみますかね。ここから1回目です。打つ、まあこんな感じで、まあ綺麗に入ってくれるんですけど1個昇級なんですよね。なんで打ちっぱにすると結構無駄球が出ちゃうんで、まあ、節約のためにも止め打ちをした方がいいんじゃないかなって思いますね。どうしたらいいんだろう。テンパタ。でも演出弱いな。ちょっと厳しいな。あとは攻撃の色ですね。赤がチャンス。赤が来た。あと熱いかも、熱いかもしれない。敵強いんだよな。でもおお、文字が赤だ。これチャンスアップですね。これはいけるんじゃない。チャンスアップ結構出てたよ。いけるんじゃない。炎ボタン、炎ボタン、あ、炎ボタンじゃないけど、いけ、一緒来たわ。来た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 来ました。山ちゃんボンバー当たりました。おー、すごい。さあ、あとはどっちですか。ここで一体も敵も持って持って、アウトアウトアウト。またダメだ。16ラウンドなしです。あら、効かねえな。 45%来ない。いやー、やばいかな。もうここ当たんないと残り少ないんだな。いっちゃい、いっちゃい、いっちゃい、いかない。あ、いった、いった、いった。よかった、もう残り少なかった。30ちょい。あぶねえ。山ちゃん当たった。当たりました。ハーロック先生強いやった。山ちゃん、まあ、ちなみに、はい、出玉は今何発？まだでも1300ですね。で、その辺りで、この辺りのが何ラウンドかでだいぶ違います。なるほど。あ、ハロクラスだ。これね、2400行きがちなんだけど、どうだろうな。ボタン押しっぱで、押しっぱでいきます。いや、連チャン、連打しよう。連打で当たったから連打しよう。もうこれが出玉の数、これ超えれば2400、超えれば2000。あ、超えない、超えないのか。超えない。また10ラウンドかな。は、8ラウンドか。そっか、8か。なんとですね、お時間がやってまいりました。終了です。はい、そうですね。だから今、まあ、多分多分っていうか、もうどう考えてもちょっとマイナス、はい、まあまあまあ、だから山ちゃんにでもかかってる。山ちゃん次第ででも取り返せるぐらいのマイナスだと思うから、はい、山ちゃんはとりあえず取り切れるまで。そうですね、これ男の見せ所ですよね。 お願いいたします。山ちゃん期待してるよ。お願いします。いや、もうその言葉があれば大丈夫。山ちゃんは連チャンします。なんでエンディングで山ちゃん
ャーの結果は、はい、ボロボロお伝えするとして私とママミは先にお疲れ様、はい、ということで、はい、楽しみにしたいと思います、はいはい、エンディング期待しててください。今回3人がお邪魔したのは東京都練馬区にあるチャレンジャー光が丘店。こちらのホールにはパチンコ148台、スロット151台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。ということでご褒美のお店に到着いたしました。イエーイ、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 テンション上がる時ですけれどもね、こちらですね、先ほどまで実践してました、チャレンジャー光が丘店さんから近くにありますホテルカデンザ22階にあります J ビーゴさんにお邪魔しております。あ、 J ビーゴ、はい、J ビーゴ。今回お邪魔したお店は東京都練馬区にあるホテルカデンザ光が丘22階にある J ビーゴさん。こちらのお店は都心のバーにはないカジュアル感とバーとは思える本格料理をご満喫いただけるお店となっています。22階ですよ、すごいんですよ、ゾロ目ですよ、そこだね、すごいね、そこか、すごい、しかも、はい、これ富士山も見えるんですよ。あ、どこありますか。いや、今見えないんですけど、昼間どういうこと、ここに富士山って書いてあったから、ちょっと見えるのかな、昼間富士山見えるっていうことですか。そうそう、すごい、いやでも本当に素敵ですね、はい、すごい、これ夜も昼も素敵な景色が見られるということで、はい、はい、さらにこの料理、そうなんです、すごいですね、これこれだって高いっていうキーワードというかヒントだったじゃないですか、ヒント言ってましたからね、だからちょっと予想した通りでしたね、そうですね、高いところにあって、はい、これもお高いんでしょ、ね、これ通販番組みたいな、これが実はなんと5皿セットでみたいな、お安くなっちゃうじゃん、お安くなっちゃ う, そうダメなパターンじゃん。いや、これはいいやつですよ、はい、これは素晴らしい、間違いないと思います、本当に。ただこれいただけるかどうかは、はい、合計定まがプラスになってないとそこです、ね、いけません、はい、その結果をね、はい、ドキドキする、はい、発表していきたいと思います。そうですね、じゃあ一人ずつ定まの方をしていきましょうか、わかりました、はい、一人ずついきますか、じゃあ、はい、ナナミン、はい、私から、うん、はい、私本日マイナスの2456個でした、すみません、すみません、お疲れ様でした、お疲れ様でした、すみません、もうコメントもできないぐらいにちょっと負けてしまいました、ちょっとね、はい、ちょっといっちゃったね、はい、まあまあ仕方ないですね、はい、じゃあ私ですけれども、はい、サダマがマイナス3594個、もっと言ってるじゃないですか、何なんですか、一番確率甘かったんだけど、じゃあ初当たり確率甘かったんだけど、もうまあダメだったな、初当たりが重くて、ダメでした、200超えが2回か、ああ、辛い、しかもそんなに連チャンもできなかったし、ちょっときつい展開だったかなと、そうですね、っていうことはでも、はい、ななみんと私の定め合わせたら、はい、マイナス6000ちょっとぐらいかな、そうですね、6100個ぐらいあれば、はい、プラスに行くんじゃないかなと思うんで、そうですね、山ちゃん盛り上げ上手、めっちゃ上手だから、こうやって上げといてね、これもやってますもんね、はい、山ちゃんの定めが、はい、6100個以上だったら多分大丈夫だと思う、プラスでね、スそうですね、はい、さあお願いいたします、山ちゃん、本当にね、いつも俺がマイナス で、うん、でポコミさんが出したおかげでいつもご飯食べさせてもらってたんで、ここは俺ポコミさんがダメな時こそかっこいいとこ見せますよ、その通り、マイナス188個、ふざけんなまだもう聞こえた瞬間にマジで帰れと思った、本当にもう申し訳ございません、え、山ちゃんはまずどうだったの、あのまあ俺 ST 中にお二人先に終わって締めて、はい、終わったじゃないですか、であとは山ちゃんだけだってなったじゃないですか、あそこから当たらなかったです締めてよかったじゃん、もうちょっと待てば一緒に締めましたいや申し訳ないです、ごめんなさい、しょうがないな、こんな、え、めっちゃ美味しそうなんですけど、そうなんです、やばいですよね、え、ちょっとそうなんです、え、何、どうしたらいいの、本当に食えないんですかこれ、いや多分1個くらいは、いやとりあえず、まあとりあえず、まあでも料理ちょっと気になるというか、そうですね、はいはいはい、料理どうしようかな、一応
詳細スペック、料理のスペックは、ね、料理のスペック、まず肌当たり確率の方から教えてもらっていいですか教えてもらっていいですかなんで私自家製ハムのイタリアンサラダ自家製ハム太っ自家製なんすかすごいですねハムなんかもう豚ロースみたいな豚ロースみたいなガチの豚ロースみたいなすごい熱っすごい自家製なんだうわこれいいやつやえこれなんですかなんだろうそれはアラビのグリルレモンバターソースうわーもうなんか名前がおしゃれですもんねいいとこでしか食べれないやつだもん完全にねアワビなんか俺食ってしかもねえなアワビっぽくないこのおしゃれな盛り付け方がね盛り付けがすげえなえこれがこれセットなんですかねセットで2分の1ポンドブドウ牛のステーキ何ポンド何ポンド2分の1ポンド2分の1ポンド2分の1ポンドってことで 0.5 ポンドどういうこと0.5 ポンドえ本当に分かってないですか本当に分かってない分かってないだから多分1ポンドの半分のグラム数の肉ってことなんじゃないですかあえこれは私これめっちゃ美味しそうだなと思ってそれは国産牛牛ほほ肉のビール煮ビール煮すごいビール煮それはビールに似てるってことじゃないですよねそれもう見るから似てないですよねビールに似てないもんなんとかなんないかな俺前ギャグやったら食わせてもらいましたよあそうだそうだそうだ山ちゃんのギャグでちょっとなんとかじゃあギャグ次第でえー、嘘ギャグで本当っすか待って待ってギャグで3人食べれるギャグが面白ければ3人面白ければですか面白くなければじゃダメですか面白ければ面白ければ面白くないのかよ面白くないギャグならえっちょっと待ってじゃあ本当に考えようはい行きましょうかちょっと山ちゃんかかってるよあちょっと俺行くじゃあギャグやりますよ行きます渾身の山ちゃんの飯食いたい渾身ギャグ野菜肉ポテト肉野菜肉俺じゃあもうそろそろ出てってもらってダメ全然笑ってない全然笑ってないナナミの顔見てナナミの顔あ全然笑ってないあの私割とすぐ笑っちゃうタイプの人なんですけど、はい、1ミリも頬がこうキュッてならなくておかしいですその頬肉を焼いてこうしたいわあそれ笑うんだどうすかじゃあ出てってもらってナナミにしか響かなかったんですあら関係なかった本当ですかいや山ちゃん一口もダメですか先っちょだけとかもダメですか早めに出てってもらって先っちょだけですごい喜んでるから喜んでないですか喜んでるでしょマジですかえ本当にダメダメですどうしたらいい早めに出てってもらって早く出てきてもらってガチギレ顔になり始めてるちょっといやこれ本当やなショック帰るんすか帰る今結構何回かあるからじゃあ帰るほんとマジで帰るみたいな顔してるいや厳しいせかしてますもんね顔が厳しいんだうわめっちゃ美味しいマジっすかなんか出ていく最後当てきれなくてすいませんでした本当だよ、はい、ただ厳しく言われたみたいな感じになっちゃったあさよなら景色景色どんな終わり方なんだこれ勝てなかったらいや本当に悲しいんだから、ということで今回はご褒美なしですポコポコ大作戦次回